1888年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1888年11月6日に投票された。現職の大統領グロバー・クリーブランドが、一般選挙では最高票を得たが、共和党の挑戦者、ベンジャミン・ハリソンが、選挙人選挙では233票を獲得し、168票のクリーブランドを破って大統領に選ばれた。 12年前の1876年アメリカ合衆国大統領選挙でも同じことが起こり大統領に選ばれた者が一般投票では最高票を得られていなかった。このような現象は112年後2000年アメリカ合衆国大統領選挙までなかった。共和党の指名候補者ハリソンとモートンの選挙ポスター共和党はイリノイ州シカゴで全国党大会を開催し、 ハリソンが544の大議員票を獲得し、シャーマン、アルジャー、グレシャム、123票を破って指名された。ニューヨーク州の政治家で、財務課のリーバイ・モートンが592の大議員票を獲得し、ウィリアム・フェルプスとウィリアム・ブラッドリーを破って、副大統領候補に指名された。民主党の指名候補者ミズーリ州セントルイスで開催された民主党の全国大会で、 グロバー、クリーブランド大統領が、全会一致で、大統領候補に再指名された。オハイオ州のアレンジーサーマンが684票の、大議員票を獲得し、大差で、アイザック・ピー・グレート・ジョン・シー・ブラックを抑え、党の副大統領候補に指名された。禁止党公認のクリントン・ビー・フィスクとジョン・ブルックスは、禁止運動が功を奏し一般投票で25万票近くを獲得した。 他に統一労働党はアルソン・ J ストリーターを候補者にした。統一労働党は15万票近くを獲得したが全国的に広がりを持った支持を得られなかった。クリーブランドは選挙運動の主眼を1887年12月に議会に示した年間教書で関税の劇的な削減に据えた。関税は不必要に高く、不必要な税金は 不公平な課税だと主張した。共和党は高い関税が国際競争からアメリカの産業を守り、高い賃金、高い利益及び高い成長率を保障すると反論した。関税率をめぐる保護貿易主義者と自由貿易主義者の間の議論は古いものであり、1816年関税に遡るものだった。アメリカ合衆国はほとんどの製品で、 低コスト生産できており、効率の劣るヨーロッパ生産者が安く売れるはずはなかったので、実質的に工業製品にかけられる関税は意味のないものになっていた。それでも関税問題は両陣営にかなりの程度動機付けを与えた。明白な経済側面以外に関税問題は民族的な側面も持っていた。当時自由貿易の原則は イギリス帝国が最も強く推進しており自由貿易を標榜して出馬する候補者はイギリスよりと落印を押される恐れがありそれによって流動的なアイルランド系アメリカ人の票を失う可能性があったクリーブランドはイギリス帝国の一部とまだ見なされていたカナダとの漁業権論争で懲罰的行動を追求することでこの脅威をきちんと消したハリソンは 党活動家によって資金の手当てをされ、当時の標準としては、精力的な選挙運動を行い、インディアナポリスの自宅玄関で多くの演説を行って、それが新聞に掲載された。クリーブランドは大統領候補者が選挙運動を行わないという慣習に固執し、その閣僚も選挙運動に加わることを禁止し、75歳になる副大統領候補サーマンに、 運動の先方を担がせた。選挙における最も悪名高い不正の一つが、この選挙のインディアナ州で行われた。共和党国民委員会の財務官、ウィリアム・ウェイド・ダドリーは、インディアナ州軍部のまとめ役に会場を回し、選挙人の不正党、投票日のちょうど2週間前、共和党は、中米英国大使、ライオネル・サックビルイコール・ウェスト教の新書、マーチソン・レターなるものを公開。 イギリスの見解では、クリーブランドがおそらくは、最善のものであると示唆する内容だった。実はこの手紙は、ジョージ・オズ・グッド・ビーというカリフォルニア州在住の共和党員が、元イギリス人で現在は、カリフォルニア州に住んでいる、チャールズ・カイ・マーチソンという偽名で出した、来たるべき大統領選では誰に投票すべきかという手紙への返事だった。これは、1884年、 アメリカ合衆国大統領選挙でのオポカ、厄介者でローマカトリック教徒で反逆者にまさに匹敵する効果をアイルランド系アメリカ人に有権者に与え、クリーブランドがニューヨーク州を落とす結果になった。また、軽率にも他国の選挙に関わることになってしまったサックビルイコールウェストもイギリス大使を解任されている。クリーブランドは敗れた。一般投票では、 実際にハリソンに勝ったが、選挙人投票ではハリソンが233票対168票で上回った。これはクリーブランドの出身州ニューヨーク州で1%差で勝ったことが大きかった。クリーブランドが選挙人票36票を持つニューヨーク州を制しておれば、204票対197票で選挙人投票でも勝ちを収めていた。 クリーブランドは1%に満たない差で、コネチカット州、バージニア州及びウエストバージニア州の選挙人、票24票を獲得していたことを中止すべきである。かくしてクリーブランドは、一般選挙ではっきり勝って大統領になれなかったわずか4人のうちの1人になった。次のそのような出来事は2000年の大統領選挙で、アルゴアがジョージ・ W ・ブッシュに惜敗した時であった。 フランシス・クリーブランドとも大統領がホワイトハウスを去るとき、彼女は4年後に戻ってくると、スタッフに断言し、事実そのようになった。データの出典、ワルター・ディー・ン・バーナム、プレジデンシャル・バラッツ、1836,892pp24757。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。 得票率差5%未満。コネチカット州、0.22%ウェストバージニア州、0.32%インディアナ州、0.44%バージニア州、0.53%ニューヨーク州、1.09%オハイオ州、2.33%ニュージャージー州、2.35%ニューハンプシャー州、2.50%カリフォルニア州、2.82%メリーランド州、 2.94%イリノイ州2.96%ノースカロライナ州4.59%ミシュガン州4.82%ミズーリ州4.93%得票率差5%以上10%未満ウィスコンシン州6.01%テネシー州6.49%アイオワ州7.85%ペンシルベニア州7.97%ケンタッキー州 8.32%マサチューセッツ州 9.38%1968 年マイケル・ピー・アントワーヌ会社がミュージカル映画ザワン・アンド・オンリー・ジェニューイン・オリジナル・ファミリー・バンドを制作したがこれは1888年の選挙とダコタ・ジュン州の統合分割と収賞格を主題に取り上げていた書籍雑誌記事ウェブサイトありがとうございます